関東グルメリポート GR チャンネルスタート。皆さんこんにちは。今回は GR チャンネル初の群馬県にやってきました。群馬の専門店グルメをお届けします。ぜひ最後まで見てね。それでは最初のお店行ってみましょう。館林市にある芋いつもというお芋スイーツ専門店です。こちらのお店はただ美味しいのではなく、より健康にをコンセプトとし、栄養成分と厳選した安心安全な素材にこだわっているそうです。この日買ったお芋スイーツはこちら、丸ごとお芋アイス。お芋は紅はるか、とろとろの甘い紅はるかにミルクの風味が美味しいアイスが乗ってます。温かいお芋と冷たいアイス、美味しいです。お芋の蜜がたっぷりで甘くてとっても美味しいです。こちらはお芋モンブラン。名前の通りお芋のモンブランです。ペーストにされたお芋にパリパリのチップスが飾られてます。中にはジェラートが入ってました。ペーストされたお芋とジェラートが口の中で混ざり合うととってもまろやかで美味しいですよ。もう一つ、こちらは芋いつもスイートポテト。こちらのスイートポテトはバターの香りは控えめで、さつまいも本来の自然な風味と甘さがあります。隠し味にカスタードが入っているのでまろやかさもしっとり感もあります。他にも焼き芋、芋けんぴやチップス、プリン、大学芋などもあるのでお土産にもいいですよ。蜜がたっぷりのお芋スイーツ、ぜひ皆さんもご賞味ください。2軒目の専門店はこちら、渋川市にあるプリン専門店イカホファクトリークレヨンというお店です。こちらのお店は伊香保温泉のふもとにあり、温泉や観光を楽しんだ後に立ち寄る人が多いのだそうです。この日はお昼前に到着したのですが、すでにたくさんのお客さんでにぎわっている人気のお店でした。プリンの種類が豊富でどれも美味しそうで迷ってしまいます。4種類のプリン。こちらはチョコレート、チョコが濃厚で滑らかでトロトロ系のプリンです。生チョコを食べているようなとっても濃厚なチョコプリンです。こちらはいちごミルクです。いちごミルクの風味がしっかりあって、こちらも濃厚で滑らかな舌触りのプリンです。そしてこちらが看板商品のイカホプリン。固めのプリンで昔ながらの懐かしいプリンという感じです。最後はこちらイカホプレミアムという黒糖味のとろけるような滑らかプリンです。プレミアムというだけあって黒糖の甘みととろける舌触りで贅沢な気分になれるプリンでした。生物だけど冷蔵便の配送もできるのでお土産としても買えますよ。伊香保に来たらぜひ立ち寄ってみてはいかがですか。3軒目のお店は伊勢崎市にあるスマイルスマイルというオムライス専門店です。バリエーション豊かなオムライスが人気を集めています。なんと60種類以上のオムライスメニューがあるそうです。どのメニューもとっても美味しそうです。オムライスといえばパカッと開いて半熟卵がとろっとしてる美味しいオムライスですよね。こちらのお店では
そんな赤トロオムライスがいただけます。注文したのはじっくり煮込んだビーフシチューオムライスと魚介の明太トマトオムライス。ナイフを入れると中は半熟でトロトロです。見てるだけでも美味しさが伝わってきますね。ビーフシチューもとっても美味しいです。柔らかいビーフもゴロッと入ってますよ。魚介の明太トマトオムライスもシーフードの旨味がトマトソースにしっかり溶け込んでいて美味しいです。人気のパカトロオムライスがいただけるスマイルスマイル、おすすめです。次の専門店はこちら、みなかみ町にある大トロ牛乳というスイーツを売っているお店です。大トロ牛乳って何？と思いますよね。実はこれ、牛乳とコラーゲンを使った新感覚のスイーツなんです。トッピングもいろいろ。買ったのはゴロゴロイチゴとハニーナッツ。見た目も可愛くて美味しそうですね。砕かれたナッツがどっさりでトロトロの牛乳とよく合います。中の方が少し凍ってて冷たくて美味しいです。いちごも山盛りで嬉しいですね。季節によってもトッピングのメニューが変わるみたいなので、群馬に来たらまた立ち寄りたいお店です。次のお店は先ほど紹介した大トロ牛乳の向かいの目の前にあるコーンスープ専門店です。コーンスープ専門店、珍しいですね。粒入りとプレーンの2種類があるようです。お好みの量の胡椒もかけてくれますよ。スティックのクルトンがついてきます。プレーンを買ってみました。とろっとして甘みのあるコーンスープでとっても美味しいですよ。同じ敷地内にある大トロ牛乳とコーンスープ両方楽しめちゃうのでおすすめです。次のお店は本店が前橋市にあるお店なのですが、今回出張販売ということでこちらの高崎駅で販売しているようなので行ってみたいと思います。やってきたお店はこちら、パパンガパンというフレンチトースト専門店。冷やして食べる新感覚フレンチトーストを販売しているお店です。10種類のメニューがあります。期間限定のメニューもありました。買ってきたのは紫芋と期間限定のキャラメル。紫芋はさつまいもの風味がして、冷たいパンはずっしりしっとりとして程よい甘さで美味しいです。こちらがキャラメル。キャラメル生地とキャラメルチョコの風味がよく、ザクザクのクランチの食感が良かったです。半解凍でアイスのように食べても、完全解凍で冷たいままでも美味しく食べられます。手土産やおやつにもちょうどいいですよ。次は鯖郡玉村町にある豆腐専門店玉村豆腐というお店にやってきました。お店の外には珍しいお豆腐とお出汁の自販機がありました。店内にもいろいろなお豆腐やお菓子、豆腐のロールケーキなんかもあります。今回買ったのはおからのドーナツと豆腐のソフトクリーム。ソフトクリームはまんま豆腐の味がします。甘さもほんのりで大人のソフトクリームです。
豆腐が濃くてとっても美味しいです。こちらは豆乳おからドーナツです。外は程よくサクサクで中はふんわりしてます。甘さは控えめで美味しいですよ。ダイエット中の人にもおすすめの豆腐のヘルシースイーツでした。そして最後の専門店はこちら、高崎市にあるクロワッサン専門店クレセントというお店です。こちらのクロワッサン、ヨーロッパ産のバターを使用していて、常に焼きたてを提供したいということで数回に分けて焼き上げているそうです。ショーケースには様々なクロワッサンのラインナップ、クロワッサンの他にもクロッフルやメロンパン、アップルパイなんかもありました。買ったのは甘酸っぱくて爽やかなストロベリー、ケシの実の香ばしい風味のあんこ、ホイップ入りのクロッフルも買ってみました。サクサクもっちりで美味しいです。良質なヨーロッパ産バターの風味がたまらない美味しいクロワッサンでした。以上、群馬県の専門店グルメでした。次回の動画は川越グルメ第2弾をお届けします。絶対見てね。高評価、コメント、チャンネル登録もお願いします。